令和新選組、厳重注意され,逆切れ、逆ギレ7日に衆議院の議院運営委員長が2日の本会議で発表していたれいわ新選組の櫛渕真理さんと大石昭子さんに対し議場の秩序を乱した口頭として秩序や規律を保持する責任ある対応を強く求めるなどと厳重注意したところこの両名が 犯罪者ののような扱いをされたのは非常に不当だ怒りを代弁する発言は禁止されるものではないなどと意味不明な逆切れをしてしまいましたこちら、令和新選組側の言動はかなり異常であると言わざるを得ませんがまずですね、記名投票時の発言というものは許されておりません、まあ、ですので、厳重注意は正当で妥当な制裁措置でございます。 まあ懲罰委員会送りにされなかっただけマシだと思われますが、国家には今後も同様の問題が繰り返されてしまう場合には、除名も視野に厳しく対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。